こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日は、いきなり物件です。場所は、恵比寿、駅から徒歩5分の駅地下です。人気の恵比寿から徒歩5分は、便利でいいですね。今日は、全部で4部屋ルームツアーいたします。出血大サービスです。5階建ての比較的小さいマンションになります。エントランスも小さく、可愛いです。もちろんオートロックになっています。宅配ボックスもあります。数は少ないですが、最初の部屋は 9.54 平米の激狭物件です。激狭物件の割に玄関は狭くはないです。まあ、決して広くはないですが、それにしても日当たりがめちゃくちゃいいですね。玄関に棚があるので、一応靴を収納できるようになっています。そこに腰掛けもできます。しかし、このスペースめちゃくちゃ狭いです。幅 110cm、縦 170cm しかないです。大きい人は、寝れません。縦に寝れる人は、170cm 以下の人だけです。それ以上の人は、斜めに寝てください。ここの広さは、約 1.1 畳分しかありません。エアコンはもちろんついていますが、これだけ狭いと、あっという間に、効きそうです。ここは、収納スペースになっています。洋服をかけられます。ハンガーパイプの下に棚板がないのが少し残念ですね。眺めは、道路があって、前の建物と距離があるので、悪くないです。キッチンは、コンパクトなタイプです。洗濯乾燥機付きです。洗面台兼用なので、鏡があります。トイレと浴室は、安定のスケスケ仕様です。洗浄便座機能付きになります。浴槽も大きくはありませんが、この広さではしょうがないでしょう。次の部屋です。この部屋は、11.28 平米あります。めちゃくちゃ狭いのに、なんか広いと錯覚してしまいます。安定の玄関の狭さです。三足置けないかもですね。玄関上にわずかなスペースながら棚があります。キッチンは、先ほどの部屋とほぼ同じ仕様です。一応ここが下足入れ代わりのようです。形は、変わっていますが、先ほどの部屋と比べたら、めちゃくちゃ広く見えます。もう感覚が狂ってきました。
窓がほぼ南向きなので、日当たりは、いいです。ここも眺望は、隣接建物と距離があるので、悪くないです。安定のスケスケ仕様のトイレ、浴室です。もうスケスケ仕様じゃない方が、珍しく感じてきました。次の部屋です。20.70 平米です。20平米超えるとか、もはや贅沢な広さに感じます。玄関は、普通です。狭くは、ないですが、広くもありません。トイレ、浴室は、前の2部屋と同じ仕様です。おーおー、なかなかの癖強なお部屋です。屋根が切り下がってる部分が壁になっています。でもその斜めになっている壁の窓から、いい具合に日が入ってきています。キッチンも同じ仕様なのでさらっと行きます。もちろん洗濯乾燥機付きです。上には、ロフトもあるので、後で見てみます。それよりあちら側が気になります。この広さで、分断されているとか。おーおー、こちらも見事な斜めです。あまり広くは、ないですが、寝るには、ちょうどいいスペースかもしれません。幅 140cm、縦 310cm です。広さは、約 2.67 畳です。ここも斜めの壁に窓があるので、めちゃくちゃ明るいです。寝ながら星を眺めることができそうです。バルコニーがありますが、窓の高さが1メートルほどしかなく、出入りが大変です。眺めが5階になるので、前の2部屋よりも良くなっています。ちゃんと網戸もあります。ロフトへ上がってみます。おお、結構広い、約 3.7 畳の広さです。寝るスペースは、先ほどあったので、こちらは主に収納に使う感じでしょうか。エアコンの位置が、斜め天井の影響で、低い位置にあるので、ロフトまで聞きにくいかもしれません。エアコンの設置高さは、目線の高さと変わりません。次の部屋です。広さは、9.59 平米です。一部屋目とほぼ同じ広さです。玄関も同じくらいの広さですが、棚がありません。そして、ここは、床が上がっていて、ベッドのようになっています。ここも縦が、170cm しかないので、大きい人は、難しいです。
ベッドになっているので、余計に難しいかと思います。幅は、一部屋目と同じ110センチメートルです。キッチンも同じ仕様で、洗濯乾燥機付きです。トイレ、浴室も同じスケスケ仕様です。もう4部屋目なので、本当にさらっと行きます。2階なので、道路と距離が近く感じます。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節淀、を発表します。今回の、苦節淀、は、4、です。激狭な部屋、斜めの天井の部屋など、ワクワクがありました。今回の物件、恵比寿駅徒歩5分、変わった間取りで結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。